はい、今の時刻、朝の7時です。今日も一日頑張ります。外もいい天気なんで朝一の散歩行きます。道神公園着きました。今日はここで朝活です。飲み物を持ってくるの忘れて喉カラッカラなんですよね。っていう感じで次からはね、ちゃんと飲み物を持参してトレーニングしたいと思います。ちょっとまだマッスルアップはできないですね。ちょっとおとなしく懸垂します。いい運動できました。やっと水が飲めます。朝起きてから一発目のお水です。いや、やっぱ水分補給はマジで大事です。68.5。ご飯食べます。こちら昨日のカレーの残りです。トマトジュースとカレー粉だけで作ったスープカレーになります。これね、作ってから1日経ったらかなり美味しくなるんですよ。かなり野菜がたっぷりで、野菜が溶けてね、トロトロなんですよ。いただきます。うん、うまい。プロテインケーキ作ってます。プロテインパウダーと、ベーキングパウダーとこれ青汁の粉末を入れたんでね、ちょっと見栄え悪いですけど緑色です。これを電子レンジでチンしたら完成です。はい、完成です。これね、結構ふわふわなんですよ。こんな感じで上は結構柔らかくて下は結構スポンジ状になってる感じです。いただきます。うん、うまっ。動画編集終わりまして、今からプレワークアウトを飲んで筋トレに行きます。今からメインの筋トレです。頑張ります。はい、今日はどこまで動けるでしょうか。まあ昨日よりはね、ちょっとプランして止まってほしいですね。まあとりあえず頑張りますわ。はい、まあまだまだ時間はあるんで、ゆっくりとね、自分のペースでやろうかなと思います。さて、本日のプランシェやっていきます。ちょっと止まるようになりましたね。まあまだ結構きついですけど、まあいい感じにちょっと戻ってきたかなという感じです。
感じに体張りました。こういう風な、初心を思い出して、何も考えずに純粋に楽しむ時間も大事だなと思いました。まあここから少しずつ戻していくんで、まあその姿、まあお見せしたいと思うんで、またこれからもよろしくお願いします。暑い、もう夏ですね。ということで、もう僕帰ってきたらね、すぐ冷房つけます。暑っ。これ見えるかわからないですけど、コンクリートで倒立していたら火傷しちゃいました。水ぶくれになってます。いや、それぐらいコンクリート熱くなってるってことですよね。もちろんもう片方の手も火傷しています。うお、すげえ。たまたまインスタ見たらコラボしてくれてる方いました。宅急便が届いたんで開けたいと思います。こちらは水ですね。飲むシリカですね。こちらシリカ水、これね、ファンの方に送ってもらいました。いや、この減量のちょうどいいタイミングにこうやってね送ってもらえて本当にありがたいです。これからちょっと毎日飲ませてもらいます。はい、こちらは何でしょうか。うお、すげえ、大豆ミート。うわ、すげえこれ。僕ちょうどね2年前に3ヶ月ぐらいね、ちょっとビーガンに、チャレンジしまして、その時にずっとこの大豆ミートというものを食べていたんですけど、いやー嬉しいですね。これを機会にまたちょっと、ビーガンちょっとやってみましょうかね。僕ね、アジアチャンピオンになった時と世界大会に出た時ね、ずっとビーガンの食事を続けておりました。それで、しっかり実績出せたんで、またこのビーガン再びやってみようかなと思っていたところに、こういうものを送っていただいたんで、これね、せっかく送っていただいたんで、これもやるしかないですね。ということで、またビーガン始めてみようかなと思います。いやー、ありがとうございます。いや、マジで嬉しいですね。で、カレー作ってます。はい、いつも通りのトマトスープカレーです。具は、しらたき、ほうれん草、ブロッコリー、そして玉ねぎ、そしてキノコも入ってますね。はい、こんな感じです。完成。